この時間はクリック365為替情報のコーナーです。ゲストは今年初めての、はい、ね、ご登場となります ね岡安商事外国為替 IS 本部の吉田浩一さんです。よろしくお願いいたします。どうぞ今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて本当に冒頭早々で恐縮なんですが、はい、金融市場を揺るがす3つの坂のうちのまさかっていうのが、そうですね、水素が起こってしまったということですが、はい、これはさすがの吉田さんはまあ想定外だったんでしょうか。どうでしょう。もう突然すぎましてですね、うん、夕方6時半ですか、うん、昨日もうマーケットはパニック一色だったと思います。はい、で実際にちょっとチャートをですね表示して確認したいと思うんですけど、はい、これ日足なんですね。はい、ちょうど6時半にスイス中銀から政策金利の引き下げ と、2011年の9月から続いていたフロアラインの方の撤廃ということで、1.2ユーロですね、はいはい、もうこのチャート1本が物語っている通り凄まじい動きとなりました。うんうん、で、まあ、基本的にユーロに対してずっとこの牽制的なラインがあったものが崩れてしまったということで、うんうん、対他の通貨に対します動きもですね、うんうん、混乱状況の中で昨日動きまして、うん、特に対ユーロに対しましては、うん、大きな円高となる一日でしたね。はい、まあ、これユーロスイスなんですけどね、はい、ユーロ円で見るともうこれもまたすごいチャートになるんです。はい、これですね、うん、もう棒上げ24円高ですね。はあ、はい、115円から139円の21銭まで、うん、クリック市場の方は高値表示という状況になりました。言い換えればスイスに対しては円もギブアップという感じにはなるんでしょうか。そうですね、もう全体的にこの発表で、うん、もう昨日は夕方から夜にかけまして、うん、マーケットはもう大きく動きましたし、ドル円もそれによってまた円高が、進行していくという流れになりました、ね。吉田さんどうでしょうかね、時間をかけてどこかに行く、やはりこれから収束していくんでしょうか、それともまだまだ上振れ下振れがあるというか、どういう感じで見とけばいいんでしょうかね。はい、スイスさんは昨日9時15分ですか、うん、日本時間で緊急会見、中央銀行の総裁の方からもありましたが、うん、まあ、ずっと昨年からですね、うん、まあ、欧州の方でも利下げが続いたりをして、まあ、スイス中銀としてもこのままやっぱりユーロを買っていくことの難しさというものが出てきた、でその中でのまあ解除ということですので、まだ昨日の今日ですからまだちょっと動き的な部分は目が離せないんですけども、今のユーロ安でスイスの方のこの上昇ですね、これはまだちょっと一時継続していく状態だと思います。可能性あるということですね。ありますね。はい、さてその中でちょっと振り返りになるんですが、はい、前回ご出演の時もずっとおっしゃってましたこの雇用統計これを契機に金融市場特に株式市場も含めて結構降らされますねと、はい、今回も実はその通りな感じなんですね。そうですね、2014年の最後12月もそうですが、うん、まあ、今年オープニングスタートからこの雇用統計が規定になりまして、うんうん、マーケット動きました。予想は、もう良かったです、うんうん、でしかも前回12月の雇用統計も改定されまして、うん、これも上がりましたね。はい、そうでした。はい、ね、失業率の方の部分もという状態でして、でこれチャートで確認するとすごく分かりやすいんですけども、はい、ちょっと表示を出していきたいと思いますが、うん、左上の方に丸 A と右上の方に丸 B と書きました。うん、はいはいはい、これ12月1月の雇用統計の発表時の米ドル円の価格帯です。これ4時間足でちょっと表示しましたが、昨年その12月5日の金曜日に雇用統計の発表直後の翌週から、うん、大きく下がりまして、うん、で12月の中旬までですね、うん、115円の55まで下げたっていうのは皆さんご記憶の新しいところなんですけども、うんうんうん、でそして年末には値段が120円台まで回復をして、うん、昨年の高値は超えずに、1月を迎えてしまった、うんうん、で9日の雇用統計今年1回目なんですけども、うん、雇用者数は改善されましたんで瞬間的には上がりましたけども、やはりその雇用統計が終わった後の翌週、うん、今週ですね、うんうんうん、円高が週明けからスタートして始まって、うん、先日116円の06まで、値を下げました。はい、これ確か去年の11月だけがちょっとこの例外なんですけど、はい、あれは黒田のバズーカが撃たれた時でしたから、はい、あれだけはさすがにちょっと別格ですけど、 それ以外は大体おしなべてこの雇用統計を契機に円高の方に振らされてますよね。動いてますね、ですが雇用統計前に上昇が終わって、うんうん、雇用統計後に下落が始まるっていう、うんうん、
これは為替を得られる方はちょっと頭の隅にぜひとも置いておきたい、アノマリーの一つでありますよね。そうですね。でまたアメリカの方のドルに関しましては、その利上げがどうなのかっていう話が昨年からずっと続いてますけども、実はちょっと先日も生産者物価指数が、2011年10月以来の低水準ということで、かなり指標悪いのは水面下では続いてるんですね。なので利上げの時期がどうしても先送りされてしまっていますので、全体的なドル円の、円高っていう流れはもう少しちょっと継続しそうなところはあります。なるほど。さて次のチャートを見ましょう。これユーロ円ですよね。これユーロ円ですね。もちろんスイスの昨日の動きがありましたんで、ユーロは昨日も大きく、今表示の、右下の価格よりもさらに下抜きまして、134まで昨日4円台まで出てるんですけども、実はこれはもともと昨年末からそのきっかけ動きは出てまして、欧州の金融政策への思惑と金融緩和っていう流れが言われてましたから、年末の147円台から約10円以上の下げになりました。でイベントとしましてはですね、ちょっと今年1月22日、来週木曜日に ECB 総会があります。ドラギさんの発言はもちろん重要ですし、あともう一つは1月25日来週日曜ですね、ギリシャの選挙が近づいておりますので、欧州市場に対します動きは、ちょっと目が離せなく、なってきております。でここでちょっとユーロを表示したのは、昨日のスイスの方の絡みももちろんあるんですが、欧州単体としてのですね、今金融政策の流れっていうのがそうですね、マーケット出てますよね。いろんな方もいろんな話がここに集中してくるんですけども、もう一度ちょっとおさらいなんですが、昨年、欧州は利下げを行ったんですね。これが昨日の、スイス中銀のですね、フロアラインの解除とも言われているこの利下げが非常に厳しくなって、ユーロの方の購入の継続ができなくなったっていうのが今言われているところです。あともう一つは、突発的な昨日の解除はなぜかっていう部分につながるんですけども、来週の22日の総会でこの欧州が追加の金融緩和策を出すのではないかという話が出てます。でこれはもともとその ECB と、スイスの中銀というのは仲深いところが昔から言われておりますので、そういう流れからすると22日に何か起きるという可能性は高いですね。今年から6週間に1回になったんです。今までは、確か第一、そうです、週の木曜日でしたっけ、毎月第1週の木曜日が ECB の総会、そして翌日の金曜日がアメリカの雇用統計という並びになってたんです。これが今年から、崩れまして、その方程式が崩れた流れがですね、月末に ECB が最後やってくるという状況になりますね。スイスも含めてこの欧州の政策金利の動向もこれはもう来週目が離せません。ただ内部的にはまだ意見の統一がされてないとかっていろんな雑音も聞こえてくるんですけども、スイスが先行してこういう形をやってかなり為替市場を揺らがしましたから、そうですね、何も出ないってわけにはいかないんでしょうね。私もそう思います、来週22日何かがあるっていうことを踏まえて、突然昨日ですね、スイスはフロアラインの解除を行ってきたのではないかなっていう読みはちょっとありますね。なるほど。さてその中で今注目されていらっしゃるこの通貨としてこれを挙げていただいているんですか、これもすごいですね。昨年、何度かこの番組の方でもご紹介、取り上げてまいりましたが、今その欧州にしても利下げ、昨日のスイスも利下げですね、で利下げをする国が多い中で、唯一昨年1年間、定期的な利上げを行ったニュージーランド、年頭では、昨年 2.75 だったパーセンテージを 3.467 月と 0.25 刻みで上げまして、最終的に年末にですね、3.75 から 4% というのを昨年1年間の一つの目標として、動いていたんですが、昨年の12月の最後の利上げを見送ったんですね。でそこには今年2015年の1月、今月末29日に金利の発表があるんですけども、その日付に含む言葉が、先月ありましたので、いよいよ今月の末、政策金利が動くのか、
ということで注目を集めています。でチャートでちょっと表示しましたが1234って表示が出てると思う。はい、そうですね、はいはい、で下にありますのは RSI といって相対力指数、うんうんうん、30% を下回ってると、これはもう売られすぎで買いですよ。 70% を超えてると値段が買われすぎて下がってくるのではないかと予想を立てるものなんですけども、実は昨年もですねずっとこの 1234RSI の指標通りのパターンが多くて、先日も89円の82中央右側4番の安値が出た時にちょうど RSI は 30% を下回って今おります。昨日のスイスフランショックの影響ってニュージーランドドルどういう感じだったんですか。実はですね、意外に昨日のスイスショックの方の動きは、このニュージーランドをほとんど受けずに唯一この通貨は前日比プラスまで大きく時間帯によって値段が伸びてました。はい、なので、まあ、先週あたりからその29日の利上げの期待感というものも、継続して残っているかと思いますね。なるほどね。そうした意味では潜在的なニーズっていうのはやっぱりあるんでしょうね。ありますね。なるほど、はい、大変参考になりました。ありがとうございます、はい、そしてこれが後半の経済指標、はい、はい、来週これだけ多くの指標が並びます、うん、今のまあスイスを含めて ECB の総会が22日です、うん、そしてギリシャの選挙が25日、うん、で月末最終に今お話ししたニュージーランド、政策金利と楽しみが多いですね。流れがあるじゃないですかね、ちゃんとね。さてこういうものを受けて毎回ご紹介させていただいてます、はい、セミナーのご案内だけちょっとさせてください。はい、ありがとうございます。なかなか評判がいいみたいですね。そうなんです、たくさんねご視聴されている方もご来場いただいております、うん、画面のね、左側にあります基礎セミナーは私が講師を務めます。今週から、3週連続土曜日と、あと来月の祝日ですね。で右側にありますスペシャルセミナーは50名というちょっと大きな会場になりまして、うん、東京駅八重洲で、私の先生になりますちょいわる先生が、はい、出来高理論の開発者ですね。昨年米ドル円を、25円上げ下げを予想して取った方で、すごい方なんです、はい、会場には私も当然、ね、はい、おりますので、ぜひ、ね、皆さん参加していただきたいと思っております、はい、吉田さんありがとうございました。ありがとうございます。